最終キングコング、イエーイイエーイお祝いもらった西野さんのイエーイスタート実は状況を説明しますと、はい、我々今ナンバーグランド会議室ってね、はい、大阪で毎週毎月か、はいはい、来ててですね、うん、ですごい入りだったんですよ。その入りっていうのはお客さんの入りがすごくて、はいはい、満員御礼やった時ね、うんうん、こういうのいただけんねんな。そうなんかね、これ見てください。ナンバーグランド花月から言ってよ、まあ大入りですよね、大入り袋ね、うん、でこれにちょっとまあ、 あのワンコインが入ってた方がいいと思うよ、うん、ワンコインが入ってたりするんですけど、うん、あなたね、うん、本当にね、うん、園芸グランドスラムの話もしましたよね、うん、バッジを持って帰れへんみたいな、はい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 、これ今西野さんなんかイエーイってふざけてたけど、うん、これその辺パーン置いてたいやお前なこれ分かっちゃうと、これは俺なんかな俺はな、ちゃんと中にありがとうございますっていただいてな、うん、NGK の壁にそこに俺飾ってたりした偉いなぁ。そやお前いや、これ受け取ったね、これ受け取ったの僕ですよ。あスタッフさんにもありがとうございますっていただきますって、うん、ガジャラクに渡しておきますって、うん、受け取ったのは僕ですよ。それはそこの手続きやりましたよ。手続きやりましたありがとうございますっていう、うん、あのこれからもう引き続きよろしくお願いしますみたいな、そこはやったよ。いやせやけどやんか、うん、これはさちゃんとお祝いやったらもらっときな。これ500円ほら入ってんの、こうやって500円もらったまた汚い500円汚いとかえ、吉本さん、せめてなええー、ねせめてさなかなかむずいやろさ、ピン札とかは結構用意できるけどこれちょっと汚すぎへん、これ頭を磨くのはむずいやろ。もうちょっとさ、平成後半の親分よ吉本さん、これマジでもらっといてくださいよ、これほんまに汚な汚なありがとうございます、汚い500円をくださって本当にこれから吉本興業さまさまですから、お祝いはね、吉本さんほんと綺麗にご覧いただきながらありがとうございます。おそばさんいます、ありがとうございます。すごい劇場ですよ、ほんまに。それで言うたらね、昨日一昨日なんか出た4回公演やってですね、4回ですよ、1日。それで、それやのにもかかわらずほぼ満席。これ、そういえばその、うん、今日の本題入る前に、はいはいはい、そのナンバーグランド花月の出番に関する梶原さんの怖い話していいですか。え、むちゃくちゃ怖い話ですもう振りの段階で落ちはバレてしまうんだけれど、でも一応ちょっと報告としてね、はい、言わせていただく昨日なんですけど、小袋のね、はい、小渕さんの国歌斉唱が今ちょっと話題になってんねん、うんうんうん、あのマラソンで、のオープニングで小渕さんが国歌斉唱歌われて、はい、で、なんか歌い出しちょっと高いところからスタートしちゃって、で、ちょっと音が外れたっていう、はい、なんか小袋の小渕さんらしからぬ、そうね、そうそうそう、うん、でなんかこうファルセットっていうのはキーから入ってな、はい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 、で、キーかーってなんかちょっと外れちゃったんですよ。いや、それ今すっごいネットでバズってんねんな、はいはいはい、今、まあそれに関してはね、小渕さんは、まあ、何年か前にこの喉の調子も崩されはったし、はいはいはい、その影響かもしれないし、もしかしたら体調万全だったけども、そういうことに、挑まれて、普段とは違う歌い方をして挑まれて、うん、挑んだ結果だから、いずれにせ、はい、これは別にバカにすることでもないし、はい、表現者としてはこれリスペクトを払うべきだと。そうですね、これは素晴らしいことなんだよ。そうですね。で、そのことを、本番前に梶原さんと喋ったんですよ。今小渕さんこうなってんで、そう、俺知らなくて、そうそうそう、西野から知ってるこれっつって、知らんっつったらこれ俺 YouTube に上がっちゃうから、うんうん、それ見してん、君が代のこんなんで、はい、あ、こんなんやったんや、うん、まあそこは本当それだけで、はい、で、そのすぐに漫才出番があったから漫才出番待って出てって、はいどうもって出てって、カエルの歌のネタがあるねんな、はい、カエルの歌のネタの中盤で梶原さんが、はい、ピンで歌うシーンがあって、うんうん、じゃあ梶原さんお願いしますって言ったら、はい、え、完全にボケでも何でもないですよ、天然ですよ、はい、マイクの前に立ってキーンってうわー君がよ歌い出した、怖っ、そんな漫才の中でな、そんな流れないねんで、あの当然さ、小渕さんのこともイラってないで、漫才の頭で。で、100歩譲って、1000歩譲って、まだそれを、キーミーって言ってくれてたら、はい、小渕さん書いて突っ込めてたけど、はいはいはい、それでもないね。普通の、あの高さの、一番オーソドックスな、キーミーがーって歌い出して、何が起こってるか俺もよくわかんない。西野君が、チュ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 。おいボケでも何でもないの
急に君が代を歌い出した漫才師でも君がおいおいあで全部説明してその後劇場のお客さん、いや意味が分からへんから、お客さんなんでこの人が急に君が代を歌い出したのかを説明しなきゃいけないから、ちょっと漫才止めて、いや実は本番前に2人で YouTube 見てまして、今、まだ皆さんご存じないかもしれないですけど、小袋の小渕さんが、こういうことありまして話題になってましてみたいな説明せんと、漫才がもう続けられないぐらいもう怖い空気になってたから、そもそも出番前にコンビで YouTube 見てるまずそこげだろ、まあ、そうなんやけどそこもそうなんやけど、いや、だからさ君が代を歌いたい、あれは恥ずかしかった、びっくりして、自分はびっくりして、だからその衝撃やったもんね。俺言うて、あの小袋さん大好きなんですよ。そうやな、大ファンで、ね、西野にそれ見せてもらった時に、うん、うわ小渕さんのこんなことあんねやみたいなんで、うん、漫才中前半も何やった、俺そのこと話してる、ああそっか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 、やりながら、うん、まあなんか脳って2つぐらいあるんですよ、漫才してたら、うん、もう1個の脳の方で、うん、なんで小渕さんあんなことなってしまう、気になるもんな、確かに、それは確かに気になる、そうで多分俺の中の細胞が、うん、勝手に動き出して、うん、勝手に小渕さんのリベンジをキングコング漫才リベンジをしなきゃ、めちゃおもろいやん、デブサイのキングコングの漫才の中で小渕さんのリベンジしようとしたら、そうむちゃくちゃおもろいやん、多分それももう一個の梶原が多分リベンジしてあげないとさ、勝手にリベンジするとしたらファルセットじゃなくてちゃんと歌わないよってことで、キーミー怖い、いや衝撃やった衝撃やった、もうお客さんポカーンってマジでびっくりしたもん、本当に怖かったもん、怖かったなあれは、ほんまに低いトーンの君がいやあれでも怖っ、でもあれお前は悪いわ何言うの、いやそれ一言お客さんに言うてマイク通らへんかって聞こえるわけやからさ、はい、お前一人で歌ってみろって振りが来るんですよ、はい、一人で歌い言われた時にポソッとな、うん、お前君が歌うのよまさかそこで相方が小渕さんのリベンジしようとしてたの小渕さんのリベンジって何ほんでなんで小渕さんのリベンジをキングコング梶原がするの漫才中にあれはねめちゃくちゃ怖い話 や怖かったな、でも俺はもう笑けでしょ怖ったと思う、ずっと思い出した、なんで俺君がずっともう一個の最後と話し合っとったんやなんでや、それで出た答えがあ、なるほどねと納得したのがリベンジだったから知らないよねって俺は一個の最後に話しかけて終わった、お疲れ様っつって、わかる、お前の気持ちもすごくわかる、けどお前あれは西も困るぞと伝えられないと、西野に事前にリベンジをしようと思うって伝えられた、ダメだよって言ってたんですよね、よかった、あれをすごかったですね、映像残しときたかったな、あれを残したらな衝撃だよ、ほんと、まあ、だから劇場ぜひ来てください、ぜひね、こういうことがありますから、劇場っていうのはほんまこういうことがこんなこと言ったらあれですけど二人とも気が緩んでしまう、緩んでしまうまあ、やりまでも逆にそれがね、そう面白くなったりするんですよ、はい、ほんまにあれも生まれながら、はい、ぜひ一度、ナンバーグランドカフェでようこそ細胞レベルで笑いをその前にね、はい、ちょっと僕はちょっとご報告ありまして、はいはい、5人目がやってきまして、おめでとうございます、おめでとうございます、いやー、すごいね、本当にもう本当に嬉しいんですよ、はっきり言って、そのでね、うん、まあ、うち嫁が今30、今年で、うん、4になるんだけど、はい、まあ5人目ができたと、うん、で、僕実は西野には、うん話したんですよ、まあちょっと事前には聞いてましたけど、事前に安定期に入る前に、うん、いや実はできたんだな、うん、みんなのことでマジですげえな、おめでとうのいただいて、で終わるね普通は、うん、西野が言うたんが6行こうよすぐ食い気味で6っつって、えいやお前な言うてそんな簡単なもんじゃ、まあ、子供つくとこもないからさ、はい、そんな簡単なもんじゃ、いや6おもろおもろおもろアホが俺ないや待てと、うん、いやいやお前なその6人目できたかって言うたら、俺嫁と6人やったらもう俺車がな、うん、どうしようもないと、そうか8人になってしまうって言うたら、うん、あそうかそうか、これ8人となってしまうと、分かった分かった、じゃあ6人目生まれたら俺バス交代、うん、めっちゃおもろいやんやっぱ相方がやっぱバスで移動してるわけだから6人目もだからもし今回が双子であればもう一気にバスチャンスですよ、
バスチャンしてね、バスをプレゼントするって梶原さんに、もう僕がもう自腹で、あのワーゲンバスみたいなおしゃれなのあるやん。ありますよ。そうそうそう、ワーゲンのね、ワーゲンバスらしいやつ。今回双子であれば確実に僕はワーゲンバスをプレゼントしますよ。約束やから。約束約束。それはもうぜっそっちもおもろいもん。まあしかも移動で人を楽しませてるって最高やん。ワクワクする、ワクワクするやん。梶原家が走ってるってなる。東京中をこう、それでみんな幸せになるわけだから。最近あんま見んもんね、ワーゲンバスね。あのワーゲンバス、でもむちゃくちゃええし、うん、父ちゃんいて母ちゃんいて、うん、子供6人が乗ってるワーゲンバスって、うん、もうファンタジーやもん。確かにな、なんか絵本みたいな。そう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 、うんうん、これは絶対にプレゼント。いや相当金かかるで。やります。面白いよ、だったら全然。だってあれ言うて旧車やから、リアルな話ね、うん、ちょっと改装もエンジンとかも変えないといけないから、うん、相当お金かかるで、うん、あの、全部やります。買うところからエンジン積み替えから、もう完全に乗れますよっていう状態まで仕上げて、あの、プレゼントします。もしそうなったら、うん、毎週キングモードやりましょう。やってください、あの、ワーゲンバスをプレゼントする瞬間、あの、なんていうの、リボンのこの除幕式みたいなのやんか、あの、あー、テープカットみたいな、はい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 、テープカットからちゃんと、あの、ちゃんとこうやって結果挟みで、こういうのは俺はやらないと。もうそんな今テープカットとか言ったらあかんって。なんで絶対コメント欄でそんな前にお前梶原パイプカット制定するでよ。お前、お前そんなんテープカット言ったら絶対来るわ。くるっけ。くるっけな。俺ザワってしたもん。くるっけな。テープカットって言ったらザワってした。あ、く、あ、コメント欄にこれパイプカットなんだ。くるっけな。多分誰も考えてなかった。で、今その手があったなって思われてんじゃないかな。くるっけな。本当にね、はい、あの頑張って今も安定期には入ったんでね、はい、生まれるのは来年。すごいですね、5人なんですけども、なんだかんだでな、なんだかんだで5人ですから、うん、しかも性別も男の子、女の子、男の子、女の子って来てて、うん、ほんでね、あのうちの嫁にね結構聞いたんですよ、うん、あのいろんな昔の赤ちゃんできた時の話を、うん、まあ、解釈の動画でも話したんですけど、うん、どうやら食べ物で、うん、妊娠中で、うん、全然男の子と女の子で食べ物が違うの。へえ。そう。で、男の子の時は、しょっぱいものが食べたくなると、うんうんうん、で、女の子の場合は甘いものが食べたくなる、うん、これ絶対せえてんな、うん、今回しょっぱいものばっかり食べてんの。へえ。だから、ほんまにまたこれジグザグなんですよ。へえ。今データ的に男の子、女の子、男の子、女の子で来たけど、うん、男の子。へえ。すごいですよ。へえ、すごいね。そんなんわかんの？本当に？だって、うち22で生まれてるわけやん、男の子、うんうんうん、全部一緒やん。男の子はしょっぱいもの、ポテトチップスとか、うんうん、まあ梅干しとかベタで言ったらね、うん、で女の子はチョコを食べたりとかしてたんやけど、うん、今もずっとポテチ食べてるもん。男の子の可能性が高い。そしてもう言うてる間に、うん、今のやっぱり医学ってすごくて、うん、まあ、4D やったっけな、5D までなんだけど、4D やったと思うんだけど、もう次で検診で多分大体わかる。へえ。男の子か女の子かっていうのが。いやー、すごい。こうされてたらきついけど。ああ、そういうこと。うん、あのチンチンで判断する。もちろんもちろん、それはやっぱりそう、うんうん、だからこうしてくれてたらもう別に。いる？そんなことしてるっけ赤ちゃんって。まあでもまあここは見えたらってことでしょ。そうそうそう、あ、こうされてたらちょっと。どっちがええの？そのもう別にどっちでもいい。正直僕はほんまにどっちでもいい。もう別にだって男女男女って来てるから、うん、どっちでもいいけども、でも子供たちがすごいこだわってるね。どうなの？男の子チームは男がいいし、やっぱ女の子チームはそうなんや。やっぱ一緒に遊べるから。そこバッチリ。へぇー、面白い。そんなになってる。まあ、あれだ、絶対わかんないもんね、そんな。いや、でも、うん、わかんないよ、俺は。その子供のことはすごくわかんないんだけど、うん、自分が、例えばエッチしてる女の子がいるやんか、うん、その女の子が、カジサックチャンネルの大ファンで、うん、もう、子供が可愛いで仕方ないって言うもんやから、うん、俺もむちゃくちゃ注目して見てるわ。あのカジサックファミリーの子供の動向をもう本当に可愛い、ちょっと見てって見させられるから、あんなな、ちょっとね、怖い。俺だってあのエッチした後とかカジサックチャンネル見てね、あんま可愛いなみたいな。ちょっと待って、それだからそこ経由でむちゃくちゃ興味持ってる俺は。いやだってあのそれがなかったらさ、人様の子ってそこまで見ることないやから、お会いした時に、あ、可愛いなはあるけど、うん、でも自分がさ、エッチしてる子とかがさ、うん、進めてきたらさ、それはだって俺、うん、その子のことは好意を持ってるわけやんか、うんうん、もしたらその子がいいって言ったらもう絶対に見るし。知らんわ。こんなに相方の
子供を見る相方いいんで。いタイミングを言うてる新幹線とかで見れるじゃん。先生エッチしたと最低やなほんまに。ちょっとこの動画あの年齢制限かけといてもらってお願いしますよ。ええかわいいな。ほんとね、ボリュームできました、うん、ありがとうございます。いやおめでとうございます。ほんとによかったよかった。体調はね、あんま良くなくて。なんで体調悪いねん、いつも。これ、この話してないと思うねんけど、うん、まあ、今やから話せるっていうか、まあ、これ、二条にもちょっと聞きたかったりするねんけど、うん、実は僕、まあ、YouTube 解散と始めて、うん、そっからグリーって走り続けてきたわけね、うん。その時って俺、体調一回も崩した。そうでしょ、うん、もう、マジで一回もな、やつだけな、はい。もう、風邪なんか引いてないね、そんなんけど、僕、100万人登録達成したんですよ。うん、7月11日からなんか、うん。その次の日から、2週間ずっと、と熱あったんです。うん、あ、分かる、それ。分かる。自分はまだまだ全然やる気あんねんけど、うん、勝手に体が燃え尽き症候群みたいな感じになったというか、あれ、すごいなと思う、人間って。うん、ようできてるな。あ、分かる、やっぱり。すっごい大きい仕事を、うん、やって、うん、翌日休みなんかしてると、うん、翌日絶対に、体調崩すから。やっぱだから、もうやらないようにしてる。翌日休みは。あ、もう、だから西野はずっと、そうそうそう、要はその20代前半の時に例えばそういうことずっとやってて、うん、大きい仕事の次の日は休みみたいにすると、うん、確実に風邪ひくとか、うん、なっちゃうなと思って、うん、でこれはまだ風邪ひいたら戻すのにまた時間かかるわけやんか、うんうん、だからこれ気に入ってあかんねんなっていうことが分かったから、うんうん、だからもうそういうの作らないんですよ。だからもう大きい仕事があったらもうその前の段階でもっと大きい仕事を先に用意しておいて、だから体調崩せんもん。すげえなぁ。いや、すげえ。絶対崩せんもん、体調なんか。あ、じゃあもう、何年も向こう何年もやってないんや。そう。仕事入れるからだ。体調悪いって聞いたことなくない？こいつがなんかもうしんどいね、みたいな言ってること。ないし、危険察知能力も高いやん。うんうん、その、西野がたまにね、薬飲んでることがあるんですけど、うん、あれ、ちゃうか。ちゃうわ。そうやったらどうすんねん。今のも。いや、俺が慌て出したらどうすんねん。飲んでるんですけど、あれも要はやってからじゃなくて危険察知能力を発動して、なんか違和感があって段階で病院行こうか。その辺昔からそうやから、確かに体調悪そうなの。崩す前に行く。マジで見たことないな。うん、俺はね、そのまあ仕事ももちろんそうやし、うん、僕ね、まあこれはもうメンタルの話になってくると思うんだけど。うん、やっぱプライベートだったりとかで嫌なことがあったりすると、うん、やっぱ俺体調に、へー、あったん、ね、あってん、ちょ最近実はこれはちょっと話されへんねんけど、ざっくりヒント、ワード、想像するからもうこっち作り出すから、ふなふって嫌だもんね、やっぱふかまさか一文字やったな。なんかもっとなんか家族とかそういうことかなと思ったら、風から始まんねんけど、むずいなぁ。いや、もう本当に嫌な思いして、はい、それから実は体調が、で特に今日かな、ほんま悪化したんですよね。そうないの、プライベートでちょっと嫌なことあれ、や、言うてあるやろ、嫌なことなんか。プライベートで嫌なこと、例えば、ゆうせやんか、ニュースにもなってたけどさ、差し入れをやめてくれみたいな、差し入れ。あー、ほんまに嫌だ。あれも、要はあなたはストレスになるわけでしょ。うん。その時に、ちょっともう、体ちょっと。いや、そこまでさ、体調、差し入れされて体調崩すってことはないんだけど。お前、さては、これも差し入れやねん。じゃあ、物がほんまにいらんねん。昔からやな、ほんまに。ほんまに物いらんねん。幼稚園の頃からやな。いや、知らんねん、その幼馴染の設定やめて。ちゃうねん、19で知り合ってて、幼馴染で行きたがってるけど。物が本当にいらんくて、もっと言うと、うん、食べ物食べさせてくるやつ死ぬほど嫌えん。これ食べとか言ってくるやつ。いや、お前俺これ食って、ケチ臭い話やで。うん、こっち、体型維持とか体調管理しなきゃいけない仕事やんか、うん、これ食べた後のこれを消費するまでに何キロ走らなきゃいけないねんとか、なるほどね、それやりたくないから食べさすなって、デブは絶対食べさせろ。あ、デブって本当にデブを作りたがるやん。自分のデブを
自分のデブをあの要は減らすためあのいや目立たないようにするために、うんうん、なるべく周りにデブを作っていくそういう生き物なんだな。もう本当に食べ物食べさせてくるやつ死ぬほど嫌い。それはさ、例えばこれはね、今後西野さんと一緒にご飯行くための人のためにもさ、うん、聞く分にはええの。例えば焼きましょうかとか。やめて。聞くのもいい。もう本当にあの本当に、うん、いや でもな、これははっきりしておきたいんだけどね、うん、俺はやめてっていうだけの話だから。そうね、そうそうそう、俺は差し入れ嫌い、うん、俺は食べ物嫌いで、俺がやめてって言ってることに対してやってくるやつに対して、うん、それはハラスメントですよっていう話で、うん、差し入れっていう文化がクソだとか、うん、ご飯をよそうっていう文化がクソだとかって言ってるわけじゃなくて、じゃないんですよ、俺が嫌だってだけの話です。だって喜んでる人もいるから、喜んでる人もいるんだから。でもまあ僕はもう完全に嫌、うん、これはもうしゃあない、これはもうしゃあないねん。そう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 、しゃあないねん。それでも持ってくる子がいいんやろ。いるあの差し入れに嫌いな知ってるんですけど、死んでくれ差し入れ嫌いな知ってるんですけどどうぞって何それ。死んでくれ。いや死んでくれ。いやだってさそんなある、胸も前も嫌いな知ってるんですけどむちゃくちゃなこと言ってるよ。やめてってのこっちは痴漢だと分かってるんですよむちゃくちゃなことしてるよ。確かにね。やめてっての知ってんねんもんな。知ってんねん。なんでやろ。でもワンチャン喜んでくれるかもみたいなあんのかな。あんのかな。その内容的に西野が絶対必要としてくれてるはずやから、これ例えばペンとかペンとかは絶対にいるやろうから減るもんやからね。西野さん中見てからもう分かってます。西野さんどういうこと分かってるのに。いやだから分かってるんです。分かってます、分かってますけど、でも一回オープンしてから喜ぶかもなんでっていう、そのワンチャンスを言ってる。ワンチャンあるっけ。やっぱりさ、ファンの子からしたらさ、うん、西野に覚えてほしいのよ。モノでモノなんたり、どういう方法したら西野さんに覚えてもらえるのか。俺がファンやったらそういう気持ちになると思う、うん、これは、もう絶対にそうだと思うけど、まあ梶田さんもそうだと思うけど、はい、じゃあ街中で、うん、梶サックチャンネル、チャンネル登録しましたっていうのが一番嬉しいな。嬉しい。それは嬉しい。そうな、僕の場合だったらもうそんなよう分かれへんな汚いボールペンとかティッシュとかなんかもらうぐらいだったら、うん、分かんないけどティッシュがくれへんねん目の前に声が入ったら、ね、なんかもらうぐらいだったら、いや、西尾さんの絵本買いました、面白かったですって言ってこられることが一番嬉しいの。ああ、差し入れとかじゃなくてね。そう、一番嬉しいの。なるほどね。でな、これに対してな、なんかもうババアだな、うん、本当にババア、これ言うの、うん、差し入れした人の気持ちを考えなさいって、そっち側にもあんねん。これ言い方変えるとですね胸揉んだ人の気持ちを考えなさい嫌だ、揉まないでって。もう嫌なの分かってるんですけど、揉ましてくださいって揉んでるやつがいて、このババアがちょっと嫌がらんと揉んだ人の気持ち何言ってんの全員。めっちゃおもろいやん。めっちゃおもろいわ。なんで揉んだ人の気持ち考えなあかん。俺は嫌だっつってんの。揉まれてる側やもん。揉まれてる側が嫌だって言ってんの。胸揉まないでって言ってんのに。でもババアは言うよ。ババアは。ババアは、うん、いや、おっぱいは違うじゃん。ババア。おっぱいは違うよね。よかれと思って向こうも揉んでるんですからみたいなこと言うねん。ババアが。だからババアは言うってだから。胸で揉むのは違うじゃん。あれはそれは本当に嫌だ。もうほんまハラスメントってそういうことだからっていう。なるほど、ね、嫌な人に対してっていう、はい、当然、受け入れ体制ができているという胸もまれても、これセックスは OK だけどセクハラはアウトじゃん。確かに。で受け入れる側が OK としてるかって、もう全ての正義は受け入れる側にあるから。確かにね。もうこれはババアがあの送る側の気持ちも考えてあげてみたいな言う。いや彼氏の例えなんで、もう胸もんだから勝手に胸やったらさんからもうちゃんと。いや面白い、俺面白いからどんどん差し出してどんどんマジやめて、これで面白がってやんねん俺マジでこんなこと言ったらあれやけど、差し入れした瞬間にこの人のこと一瞬で嫌いになる。あ、じゃあ気をつけて。うん、そうよ。本当にそれでもいいすんねん、アホやからアホはそれではそうなんやみたいな、逆におもろいかもみたいな
逆におもろいかもみたいな、揉んでくんねん。揉んないねん、揉んでほしいないねん、このおっぱいは。おっぱいはね、僕のおっぱいは、その、あの、好きな人に揉んでほしいの、僕のおっぱいは。あなたに揉まれたくないの、このおっぱいは。あー、もう引けんの、ずっと言ってんの。そういうことですよ。はい、お願いしますね。